声をかけてくれて嬉しいよ。君と一緒ならどんな冒険も大歓迎さ。私を呼び出すとはいい度胸だ。後悔するなよ。また何か厄介事に巻き込まれたようですね。私でよければ
力になりますよ。それでは、気を引き締めていきましょう。
いてつくがいい。いてつくがいい。いてつくがいい。
僕の大好物は、なんといっても辛味の素だね。唐辛子から作られていて、かけるだけで何でも辛くすることができるんだ。辛味の素の存在はアストルティアに来て初めて知ったんだけど、まさに奇跡の調味料だと思ったよ。今では食べるもの全てにかけてるから、1日で使い切ってしまうほどだよ。特にスイーツにかけると甘辛で格別だね。噂で聞いたんだけど、アストルティアには辛さを司るカプサイシンというありがたい神様がいるらしいじゃないか。僕は特定の神を信仰したことはないけれど、もしカプサイシン様に出会えたら絶対に信者になるって断言できるね。そしてまだ見ぬ辛さの限界に到達したい。普通の唐辛子では到達できない死ぬほどの。さあ、いざ出発だ。
なかなかいい働きだった。見直したぞ。突然未知の異界が現れるなんて、アストルティアはまだ多くの謎を秘めているんだね。本当にアストルティアの魅力は尽きないね。君と一緒に異界を探索して、この世界の違う一面を発見していきたいな。ん？僕に何か用かな？腹を割って語り合うならいつでも大歓迎だよ。これは何かな？手に取ると、君とのこれまでの思い出が頭の中に蘇ってきたよ。いいことも悪いことも共に経験して気づいた君との特別な絆は僕の宝物だよ。これを受け取ってほしい。ありがとう。他に何かあるかな？やっぱり僕と語り合っていくかい？君なら大歓迎だから、またいつでも声をかけてくれ。異界の調査などとまどろっこしいことをしてくれる。何が待ち受けていようと我が大矛でねじ伏せればいいだけのことだ。この私に何の用向きだ？くだらぬ要件ならただでは済まんぞ。なんだこれは。貴様の甘っちょろい思考が私の頭に流れ込んでくるぞ。
だが悪い気はしないな。貴様にここまで毒されていたとは自分でも信じられんが、こいつを受け取れ。まだ何かあるのか？また何かあれば付き合ってやろう。さすがに私の能力をもってしてもこんな世界が現れる未来は予知できませんでした。この世界が一体何なのか、共に調査を重ねて解明していきましょう。おや、どんなご用でしょうか。おや、これは一体。これまでのあなたとの思い出が蘇ってきます。あなたとはもはや一心同体も同然ですね。私たちの絆の証にこれを受け取ってください。他にはどんなご用でしょうか。またお待ちしていますよ。僕に何か用かな。こんなにたくさん結晶を集めてくれたんだね。不思議だな。この結晶を見ているともっともっと君を知りたくなってきたよ。他に何かあるかな。やっぱり僕と語り合っていくかい。君なら大歓迎だから、またいつでも声をかけてくれ。それでは気を引き締めていきましょう。Thank you.
倒した。まだ終わりではないぞ。君の力になりたいんだ。いてつくがいい。あなたを死なせはしません。いてつくがいい。
君の力になりたいんだ。いてつくがいい。私の力が必要なのですか？喜んでお手伝いさせていただきます。この世界もナドラガンドのようにアストルティアから切り離されていた世界なのかもしれません。そしてナドラガンドには私たち竜族が暮らしているように、この世界にも私たち以外の新たな種族が暮らしている可能性もあります。その時はどんな相手でもしっかり向き合っていきましょう。数多くの苦難を乗り越えてきた私たちならできるはずです。私に何かできることがありましたら遠慮せずに言ってくださいね。まあ、これは何でしょう。あなたの温かい真心が伝わってきます。なんだかあなたと心が一つになれたような気がします。私たちの絆の証にこれを受け取ってください。
他には何かありますか？また何かありましたらいつでも言ってくださいね。